ボタンはアブラナ科アブラナ属の多年草です。園芸植物として鮮やかな葉を観賞する冬の庭を彩るのに使われる植物という印象が強く、いわば季節物として扱われがちですし、園芸上でも一般的に一年草に分類されていましたが、実のところは条件さえ合えば立派に夏を越し、翌冬も楽しむことができるのです。名前の由来は葉をボタンの花に見立てたことから来ています。耐寒性に優れ、冬の公園を彩るほか、門松の添え物にも利用されていますが、団地では色づきませんし、寒地では屋外越冬できません。大別して、葉に葉緑体以外の色素を持たない品種と、赤キャベツのようにアントシアニンを持つものがあり、一定以下の低温にさらされてから葉が生えると、葉緑素が抜け、白やクリーム色、または紫、赤、桃色などに色づきます。それまでに生えていた葉は緑色になり、縁取りとなり、着色した中心部の葉とのコントラストができます。主に陶器の花壇やプランターなどで屋外で栽培されます。実際のハボタンの花は黄色で、4から5月に開花しますが、観賞の対象とされません。陶が立つ前に処分されてしまうことが多いようです。また、多年草として育てれば、樹木のような枝を出し、それぞれの枝の先端にハボタンがついた姿が見れ、これを踊りハボタンと言います。もともとはケールで、それを観賞用として栽培されるうち、ハボタンが生まれました。ケールの渡来時期は、鎌倉時代中期または江戸時代前期とされていますが、現在見られるハボタンの作出時期としては、園芸ブームに沸き、草本植物の斑入りなど葉変わりが珍重された江戸中期以降と見られ、縁起の良い紅白2色が好まれました。もともと、ヨーロッパ諸国で栽培されていたケールでしたので、多分、当時日本に訪れたオランダ人やポルトガル人によって、食料としてもたらされたのだと思われます。ですが、当初は、日本人の好みには合わず、食用としてはほとんど利用されることはなかったようです。そのため、観賞用として、葉が、紅色や黄色、斑入りのものが多く栽培されて、品種改良により、ハボタンが生まれたとされています。1709年、貝原益軒が編纂した大和宝蔵に、ケールを、オランダナ、三年菜の名称で記載されているのが見られます。また、1778年の博物学者、山岡京康による本草正し生花で、ボタンナ、ハボタンと記載されているのが、文献上の初見と思われます。このことからも、ハボタンは古典園芸植物とも言えます。明治以降は、冬の園芸植物として広まる一方で海外に紹介され、戦後はさらに品種も増え、現在では世界各地で栽培されています。園芸品種には、主に葉の形状に特色を持つものと、色づきに特徴のあるものがあります。従来は花壇や鉢植え用の植物でしたが、大阪で開催された国際花と緑の博覧会で、切り花用の茎が長く伸びる品種が発表されるなど、多様化しています。葉が平べったいものが、東京丸葉系といい、江戸時代からある最もトラディショナルなもので、明治時代にこれにちりめん製のケールを再交配し、葉の先が大きく縮れる名古屋ちりめん系が鉢植え向けに作られました。戦後、両者を交配して、その中間の葉が波を打っているものを大阪丸葉系と言われています。この3種が代表的な葉ボタンで、それぞれに白と紅色、ピンクの3色があり、それぞれにまた名前がついています。品種名は、ちりめん系で、紅すずめ、白すずめ、丸葉系で、紅葉と、白葉と、つぐみ、などとなります。1980年代から、葉が縮れて、深い切り込みがある、クジャクやサンゴ、かんざし、中央部だけが紅になる日の丸、葉の部分が、小さな切り花用の高生種など、様々な品種が出てきています。ハボタンは、自家不和相性を持つため、
他のアブラナ属禁煙種植物と交雑しやすく、種取りや品種改良では注意する必要があります。また、販売されている新品種の多くは一代雑種で、種子を取って植えても同じものは育ちません。種まきは真夏の7月から8月の上旬で、種は2から3日で発芽しますが、苗はケールやキャベツ同様に様々な害虫の大好物で、一晩で全滅することもよくあります。種をまいたら、オルトラン粒材などを一緒にまき、虫に食われないようにする必要があります。発芽直後の徒長を抑えるために、愛花剤を使うこともあります。その後、花壇に25センチメートルくらいの間隔で植え付けるか、6寸以上の鉢に植えます。愛花剤の使用や発種時期を遅らせることでミニハボタンにすることもできます。気温が下がらないと着色した葉はできませんから、気長に寒くなるのを待ちましょう。着色後も肥料の晩効きで緑色の葉が出たり、キャベツのように葉が丸まるようになります。春に開花した株を花茎とともに数枚の葉をつけて切り取ることで、踊り葉ボタンとして育てることができます。花茎を切り取った後に、一回り大きな鉢に植え替えて育てると、樹木のように枝が伸び、秋には踊り葉ボタンとなります。さて、葉ボタンは非常にキャベツに似ていて、昔から食べれるかどうかと話題になりますが、食用植物であるケールの品種ですので、食べることはできますが、食用に改良されたキャベツやケールとは違い、園芸用に改善されているので、味には期待できません。また、園芸用農薬が使用されている恐れがあり、それら中には野菜への使用が禁止されているものが付着している可能性があるということです。それでも、この話題にチャレンジされる方もいらっしゃるようで、実際に食べられた方のチャレンジリポートをお聞きください。まずは、ハボタンサラダです。そんな葉ボタンでまず作ってみたのはサラダ。葉が硬くてそのままでは到底食べられない気がしたので、千切りにしてみました。さらにあまりにも色が毒々しくてくじけそうになったため、上にシーチキンとマヨネーズをのせ、見た目をマイルドに。知らずに出されたらそういうものだと思って食べそうですが、元を知ってるだけになんだか箸が進みません。恐る恐る箸をつけます。これは観葉植物ではない、これはキャベツの一種なんだと自分に言い聞かせます。そしてようやく一口。おげっ。苦いでも青臭いでもない絶妙なまずさに思わず涙目に。味は普通にキャベツなんですが、噛んでも全く柔らかくならず口の中に残ります。強いて言えば口の中にずっとティッシュを入れて噛んでいるような感じ。これを食べて改良すれば後々美味しくなると思った人は相当先見の明がある人だと思います。まずい。ハボタンスープ。硬いハボタンを生で食べるというのはやはり無理があったようです。そこで今度は茹でて柔らかくしてみることに。ハボタンとジャガイモ、人参で作った野菜スープ。最初、コンソメでシンプルに作ってたんですが、ハボタンがいつまで経っても煮えず、プカプカと浮いてることに危機感を覚え、味をごまかすためにカレーを投入。なんだか、余計に恐ろしい仕上がりになってしまいました。さて、肝心の味の方は？それでは再びいただきます。うむ。やっぱり葉っぱが硬いです。なるべく柔らかくなるようにと、あらかじめ人参と一緒のタイミングで鍋に入れたのですが、それでもやっぱり煮えてませんでした。どれだけ頑丈なんでしょうか。まるで鍋で生煮えの食材をうっかり取って口に入れてしまったような敗北感。相変わらず噛んでも噛んでも口に残ります。ああ、ハボタンの野菜炒め。葉っぱが余っていたのでダメ元でこんなものも作ってみました。ハボタンと玉ねぎと人参をオイスターソースで炒めた野菜炒め。先ほどなかなか火が通らなかったので早めにフライパンに入れたら、今度はなぜか
あっという間にチリチリになりました。もう訳がわかりません。それにしても妙にカラフル。美味しそうなんだかまずそうなんだか、一口食べてみると、あれ、普通に美味しい。火が通って繊維が破壊されたからなのか、ちゃんと野菜炒めとして食べられるものに。もちろんキャベツと比べたらキャベツの方が断然美味しいんですが、でもこれはこれでなかなか、よその国で地の野菜で作った野菜炒めですって言われたら、そういうものかと思って普通に食べそうです。ハボタンの揚げ物。さて最後にもう一品、ハボタンの揚げ物。子供の頃、庭に生えてた硬い柿の葉を天ぷらにしたらサクサクになってとても美味しかったので、揚げたらもしかして美味しくなるのではないかと揚げ物にチャレンジ。本当はちゃんと天ぷらにしたかったんですが、途中で衣が落ちて単なる素揚げになってしまいました。すみません。さて見栄えはさておき、味の方はこれです。これ、見た目はしんなりしてますが食べるとさっくり。抹茶塩をつけるとなかなか伸び身。大葉やフキノトウのようなしっかりした味こそないものの、色が鮮やかで綺麗なので、紅葉の天ぷらのように彩りとして使うのも悪くないかもしれません。